でそういうの全部もう手配というか倒してたんでしょうね。寝回してくれたんだ。ほんで花束贈呈までは知ってたんですけど、投げ終わってね、うん、岩村三振取って投げ終わって来て花束贈呈まで知った。でそっからですよ、全く知らなかった、うん、両軍がブワーってマウンド出てきて、うん、で胴上げしてくれたんですよ、うん、両軍混ざって、まあ、あん時に俺は4年間一生懸命野球やってよかったなって初めて思いました。落合さんのおかげなんですけど。いやでもお前っていうさ、川崎健次郎川上じゃないから、川上じゃないからそこ間違いないです。その川崎健次郎っていう選手がちゃんと練習してなきゃ話は回るじゃん、もう全然やってねえよとかさ、うん、早くやめないんだよなんて言ったら、両軍ともやってないよな、いくら落ちたんがそうやって言っても。うん、どうかわかんないですけど、うん、すごい俺流ってさ、誤解っていうか、そう違うもんな、落ちたんって優しいもんな。俺も家呼んでくれてさ、何回も鍋食わしてもらった、もうプロ入ってからも。落合さんってあんまりこう表に出さないから、うん、落合さんの本当の顔っていうのが見えないわけですよ。そうなんだよな、はい、で俺はもちろんそんな感じで、いろんな悪いこともされてないしね、うん、いいことしかされてない。で最後送ってくれた人なんで、俺は悪く言う必要もないし、うん、言うこともないし、そりゃそうだ、はい、感謝しかないわな、はい、落合さんが FA で取ったならいいよ、うん、巨人戦買ってくれっていう星野監督で、はい、まあ、関係ないっちゃ関係ないし、どっちかっていうと名古屋色をこう排除する、うん、落ちさんがやってこう嫌われ役買って出ちゃったとこあるじゃん、うんうん、なんだったの、お前の頑張りを見てたんじゃないの、だからネット裏からでも何でもその投げてんの分かんないですよ、そんなの分かんないです。だって3年投げれてなくて、ボールだってその自分が今やっと投げれてるって、投げた後もうずっと時間あげなきゃ投げれない人の球はいいわけがないじゃん、うん、それを投げさすっていうのはその奇襲じゃないもん、それだって1個負けにいってるようなもんじゃん、うん、だって奇襲だったら健次郎を投げさせた後にまたどっかで中10とかで行くなら、うん、実はもうどんどん良くなんだとかあんならいいけど、うん、それはないのにさ、うん、なんかだからチームを一つにする、うん、落ちたの中で大事なその開幕戦だったんじゃない、うん、そういうね類の言葉は名古屋ドームの最終戦の時には落合監督言ってくれたんですね、うんうん、なんつうんだろう、それ聞きたいもんね、多分だからそういうことですよ、一つにするためにみたいな、うん、ただ俺もそう直接は聞いてないから、うん、分かんないわけですよ、うんうん、でもそういうようなことを言ってくれてたの周りに。落合さんはでもそういうの多分はっきり言わない人なんで、うん、言わないもんな、やってあげたとか、うん、だって俺ね、うん、西武の時にやっと一軍上がれた、で名古屋行くから落合さんに電話したのね、はい、家に、はい、名古屋行きますっつって、そしたら俺は遠征でいるわけないじゃん、名古屋球場でパリーグの試合って近鉄やってんだから、うち、んうん、行って飯食っとけっつって、俺あの落合夫人のご飯を福士君たちと美味しく食べた、うんうん、家で、落合さんいないのに、うん、落合さんの一軒家だって大きな家に呼んでくれて、お土産屋までもらって帰った、うん、だそういうのすごい優しくしてくれ、落合さんって、うん、落合さんって涙もろいでしょ。そう、あれ優勝して泣いた時俺でもびっくりしたよ、あのジャイアンツ戦の時もそうだけど、ドームでね、一番最初に、うん、あれ誰だっけ、ホームランね、外国人が打って、うん、その時にもうわーって泣いてね、そう、あ、落合さんって泣くんだと思って。俺の時もそうですよ、だから2004年もね、その練習前ですよ、うん、練習前に最後じゃないですか、うん、もちろん、うん、で、あ、引退試合の時、引退試合、うん、10月の3日ね、うんうん、その時にうちの家族来てたから、うん、下に、もう最後なんで、まあ、俺も含めね、写真撮ってくださいっていいですかって言ったら、うん、あ、いいよって言って、あの スイングするとこあるじゃないですか、うんうん、ドームの後ろに、うんうん、であそこ行ってね、入ってで撮ったんですよ、写真、これ俺もね、うん、でその時に一番最初に泣いてくれたのが落合さん。その時、そっからなんです。すごい話だね。すごいでしょ、あの落合さん。いや、そんなイメージ全くないから、うん、パッて横見て、落合さん涙流してくれてて、うん、うわ、それから泣き出した。泣くよな。はあ、ただもうみんなそれ伝染しますよ、うん、伝染するよな。すごい話だな。だからそういうところもあるし、それもあるし、さ、あるでしょ、投げ終わって落合さんのところに一番最初行ったんです、もちろん、うんうん、もちろん変わるから、うん、引退試合の時な、引退試合の時に1イニング投げ終わってね、うん、本当ありがとうございましたって言ったら、お前順番違うから向こう行けって言われて、最近ヤクルトのとこ挨拶行ったんです。向こう行けっつって言ってくれて、でも言ってくれて、みんな監督始め、試合止めて、試合止めね、胴上げの後、胴上げの後、
握手してって帰ってきて、おじゃん、なんかしたら 俺も落合さんに自然と抱きついちゃったんです、こうやって、ありがとうございましたっつって、でもその時も流してくれて、へえで気がついたら10分間ぐらい中断して、公式戦ですよ、今考えたらそれアウトでしょっていう事故だよ、事故、大事故ですよ、はい、普通だったら心配、はいはいはいって、はいはい、下がって下がってって言われてもおかしくない、おかしくないよな、10分は。そう、もうヤクルトのピッチャーもこれ冷えてしょうがなかったですね先発は、まあ優勝決まってたからまだな、まあ、そうですけど普通ありえないですね、ないな、いやあの時に本当なんかね、もう4年、いや本当さっき言ったみたいなことが思いましたね、こうやってドア上げしてくれた時に、まあ俺はまあね、ドームだから天井しか見えないけど、うん、もう俺はここにユニフォーム着て、ここにこの天井見られるのは野球選手としても最後なんだ、あ、そういうの思えたんだ、見えみて、うん、ありがたいなっつって、飛んでる時に、いや、あれは本当にもう自分が予想してなかったことが起きちゃったので、 ありがたいのと、もう感謝しかないし、今までのその辛かったものが一気に吹っ飛んだなっていうのは、そうだな、なんかね、苦労してる時ってこれからいいことがある利息が増えてんだって、あ、だから頑張ってる人はね、愚痴も言わず、泣き言を言わず、悪口言わずいたら利息が増えてんだって、うんうんうん、お前それやったんだよ、だすごい利息が返ってきてた、そんな思いできる選手いるかよ、いない、俺なんかだって自分が悪いんだけど、その時は俺もきっと悪口言うし、山倉が悪いだとか、うん、であのチームは平気で言ってた、だからマネージャーから電話来て、最終戦引退試合原さんにしちゃったんだけど、デーブ膝大丈夫ってマネージャーが言うわけ、なんだこの聞き方と思って、いや菊池さん、あの膝悪くなかったら引退しないですよって言い方をしたの、あ、分かった分かった、じゃあ大事にいいなんて切られたの、うん、そしたら違ったの、その俺が膝が大丈夫って言ったら登録して引退試合に一緒に出そうとしたんだって、それで後で聞いたの、そんな意地悪なやり方あるかよみたいに、ね、引退試合あるから来いでいいじゃん、だってその時大森が一軍登録されてたんだけど、大森から連絡して、え、デーブ来ないのって言われたの、携帯電話って、なんで、いや僕俺登録忘れてデーブ登録って言ってたよって、嘘だよみたいな、でそういうことが分かったんだけど、それは俺が招いたことだったわけ、もうそのコーチが山倉さんが悪いだこうだ人のせいにして、あ、どんだけ巨人でいい思いさせてもらったか、やっぱりプロ野球によくしてもらってるのに言ってたから俺はなかったんだ、だから健次郎は不平不満をまず言わずにいたから利息がたまったんだ、普通3年、まあ言ってみたら4年ですよ、ね、何にもしてないのと一緒ですよ、このピッチャー開幕ね上げさせてもらって、しかも引退試合っていう形でね、やってくれたっていう、中日の入団の選手じゃないんだもんな、そう、でもまあそうなんです、蓋を開けてみるな、でそれをまあそんなことやってくれてね、すごいやっぱありがたかい、ありがたいし、やっぱすね、かだから多分だからそれがなかったら俺多分ここにもいないんですよ、まあ、完全フェードアウトするじゃないですか、3年4年投げてないと、いや君は大丈夫、これいけるから、え、今だから合わせてるだけなんです、いやだからこれが終わったらシューってなります、そこ出た瞬間シューって、あれ海ぶどうがこうシューってこうなるのと一緒です、ね、冷蔵庫入れるから、それじゃねえよ、あ、現状のやっぱそういう本当にそういう人いるんだなと思って、あ、でもありがたいっすね本当に、マジでだからもう本当あれがなかったら完全フェードアウトですよ俺なんか、ね、いやいやお前来いよ、どこに、いや君が来いここに どこに行くのかなみたいな、ちょっとゴジラっぽいよな顔な、いやだからそれはだからメカゴジラっていう、そうそうメカゴジラよく言われてたんですドバスさんとかあのこの間もネットフリックスで見たらなメカゴジラ対ギャオスギャオス対ガメなのよ本当は本当はでもまあまあお互いね、俺もそのなんで自由ってさ、の自由じゃん、24時間体制になるコーチって中間管理職じゃないですか、そうなんだ、やっぱり雇われなのよ、大変なの、いやまあまあそれはあるんだけど、あの、まあ、そうさっきね、その自由とかなんとか、まあそれも確かあるんですよ、あるんだけど人の管理ってすごく難しいじゃないですか、言った通り自分は変えれても人は変えれないから、選手の時って別に自分の好きなことやってりゃ、うん、そうだな、ね、やってりゃいいけど、コーチはその選手たちを管理する立場です、うん、そうだな、で俺その管理がねやっぱできないんですよ、で迷惑かかるんですよ、ね、でも難しいですよね、あれは本当に、ただ健次郎の話聞いてて前から思うけど、お前向いてると思うけどな、コーチ釣りもいいけどさ、キューちゃんと
まあ、金メダリストとお前そんなローカルのさ番組でお前なかなかできないよ。すごいでしょ。すごいローカルですよ。やばいよそれ。何万世帯でしか映んないっていう。そうだろう。あの簡単では東京ドームでさ巨人の OB とか楽天の OB が集まってさこれの人が聞いてるみたいな話でそう。ちょっとまだ勉強してからかなっては思いますよ。自分ができないと本当ね選手が迷惑かかるんですよ。前回はロッテの時もそうだったじゃん。え、何ですか。何ロッテやったっけ。あ、やりましたよ2年。あ、コーチやってんのロッテで。やってます。え、何のコネそれロッテって誰から。いや別にコネとか、いや、いきなりコネとかって言われたらあれじゃないですか。いや、それは伊藤さんから連絡もらって。なんで伊藤さん中日ね。いややってないな。いや、やってるか、あの絡みはないけど取材とかでこうやって行って伊藤さんとかずっと喋ってたんで、まあ、テレ東に行った時代ですけどね。あー、やってましたよね。それ多分そうだと思う。伊藤さんから電話来て、はいはい、でまあそういきさつはそうなんです。で2軍やったんだっけ。いや上で1軍やったので上が秋夫さんが最初やって。あ、で秋夫さん下来たろ。行った。俺その時楽天人監督だわ。はいはい。でそう最初上秋夫さんがやってて2年目から俺も上とりあえず最初は行ったけど、うん、すぐ川越に変わって、うん、だからずっとだから基本的にはもうあっちだったんですよブルペン。そうそう。でやってたんですよ、ね。それでやっぱ難しいなっていうのは誰を作らすっていうのは大ねブルペンだと誰作らすかぐらいはまあ分かるじゃないですか、うん、大体状況を見て、うん、で選手ももうすでに分かってるし、うん、あいつら吹き出そうとするしな、うん、あれ止めるのが大変だからな、うん、何回も作ったらかわいそうじゃん。そうそうそう。でベンチはもう急じゃないですか、うん、そうだな、うん、監督はな、うん、いやできてるもんだと思って言うからな、うんうん、でできてなかったらやっぱこっちが困るし。そうそうそう、うん、やっぱ難しいさあれ作らす作らさないがやりすぎると選手持たないし。マストンなんか俺もう覚えてるんだ。ジングルでマストン4回作ったの、うん、もうどうにもなんねえぞと思ったら案の定もうめった打ちだよ、うん、ヤクルト打線のもう回にやっぱ4回作ったらダメだわ、うん、やっぱもう一発でいくのが一番いいですね。一発で1回軽く作っといて30球ぐらい作ってさあやっていくぞ、うん、前行くみたいなのが一番だな、うんうんうん。だからまあ選手はだから投げさせないのが一番。そうだな、うん、持たない。持たないよな、うん、毎日投げて長継ぎなんか。そういかに投げさせないか。あれでもさ不思議でさみんな肩の肘壊したピッチャーがさプレッシャーじゃんもう投げるって、うん、投げれない、うん、ところあのバッピになるとさそこそこ投げれちゃうなあれ打たれていいっていうか打たすのが仕事だからな。だからそのままだ投げてんだなあれ。だからあれなんですよねピッチャーでほらこっから先が一番大事じゃないですか、うん、なるほど。抑え込みが、うん、この時多分一番負担かかるんですよ。あ、抑えるって言うのと って打たれるってのは違うんですよ。打たれてこーいっていうのと打たれたらダメだっていうのともうその気持ちの違いもあるし打たれてこーいっていうのバッピーは打たれてこーい。そう打たれてこーいちょいちょい面白いの全然違うじゃないですか。確かに違うな。あ、ここからなピッチャーってここだけですからね。要するにここだけですからね、うん、ここまで力入れてこうやって力入れたらいかないじゃないですか、うん、釣りはどうだ釣りは釣りはどうだもうピッてここあっうわっかけるのは乗っけるのはここだけピッて俺もやるんだよ釣り。心臓やってから2ヶ月ゴルフも禁止だったかな。釣りやってたとこ実家帰って俺あのノーギャラでいいからさ、うん、ちょっとその釣り番組呼んでくれる。船沈んじゃいますよ。だからもう下の方が沈まねえよでも船尾でも選手で真ん中でも沈みませんね。俺も散々仕立てて行ったんですよ。やめなさいよね。俺なんかもう本当に茨城の水戸の釣り吉三平ってやったぐらいだよ。絶対嘘だ。最近始めたんでしょ。最近始めたんでしょ。茨城の大洗の人海だからやるんだよ。あ、そうなの。まあということでまた健次郎。健次郎最後にさ、はい、その色紙に座右の銘書いてくれって言ったら何て書くの今は。いろんなその経験をしてもうえ言っちゃっていいんですか。もうそれ言ってほしいです。言ってほしいです。書かないか。か座右の銘書くときはもう自分を信じる。はあ、それが自信だもんな。もうね、自分を信じない限り前に進めないですもんね。そうなんだよな。怖いじゃないですか。そうなんだよな。一歩踏み出すのって。あ、まあ本当ちょいちょい俺が勉強してる話をしてくる。すごいな。すごいですね。今だからそういう言葉を今すぐ作れるっていうのもすごい。本当だ。本当だよ。いや本当すごい。自分を信じる。天は見ている。まあいや本当ね。人は見てる。見てんだよ。人は見てる。見てくれてんだよな。
もういいことも悪いことも見てる。そうなんだ。見てる、いいことを見てくれてる人は本当に少ないけど、でも絶対いるんです。そうなんだ。だから俺だから今トイレ掃除もね、なんとか素手でやれるように頑張ってる。おお、いいじゃないですか。素手感覚。そういうことじゃねえよ。じゃあだけ当たりはどうするんだっけ。合わせるのな。手振る。ということでありがとうございました。はい、ありがとうございました。